佐藤信夫コーチと最後こうして確認をいたします。少し肩を上げてリラックスして。 NHK 杯では思わぬ失敗、もうとにかくこれが試練だと思って向かいますと言いました。すぐに踏み絵、4年前はオリンピックの代表にはなれませんでした。現在早稲田大学の3年生、ショート終わって第1位。さあ最後の1枚の切符をかけて4分の演技です。曲は月光。さあ伊藤さん、はい、いよいよこの4年間の思いをかけて4分に挑みました ね、 ね、本当に村主選手の今持っている力を、はい、うまく試合で出してもらいたいですね。すでに荒川は思うような滑りができませんでした。しかしフリートップで現在1位は荒川。さあショートプログラムでミスしたトリプルルッツ、はい、フリーは綺麗に入った、決まった、成功しました。トリプルルッツダブルトーループ、いや綺麗でした。ショートでミスしてしまうとちょっと自信をなくしやすいんですけど、前半うまくいきましたね。初めてのオリンピック代表を目指して、さあいいスタートを切りました。さあ次もトリプルフリップ成功、トリプルフリップです。さあ次が苦手と言われているサルコーですね。これも決まりました。いや伊藤さんいいんじゃないですか。順調ですね。月光はベートーベンの耳が聞こえなくなった時に彼が作った曲、まあ、音楽が好きだからあれだけ作曲を続けられたんでしょう。私もこの音楽を体で感じて表現したい、いろいろな戦争などありますけども暗闇の中で人々を導く月の光になりたいと思って一生懸命滑りますと試合前に話してくれました。さあトリプルループ少し片方の足が同時で着床したような感じになりましたが、いやでも大丈夫です。さあもう一度トリプルルッツに挑戦します。このルッツが決まるとオリンピックへの道が近づくんじゃないでしょうか、はい、いや決まりました、決まりました、綺麗に入ってきました。いやここまではループの両足以外ですね、もうほとんどうまくいってますもんね。さあもう一つトリプルトーループダブルトーループ、場内からスピンに拍手。持ち味は総合力、ジャンプに加えて表現力、速いキャメルスピン。今年は妹の千佳さんも初めて全日本に出場しました。2人並んでキス&クライで笑顔を見せたい、それが私の夢ですと言っていました。ストレートラインどうですか、滑り自体も。はい、最後ダブルアクセル、ダブルアクセル成功。のセンターで場内から拍手、速いスピン、気持ちを込めてオリンピックを目指して滑り切りました。すぐに不明、見事やりました、やりました。
いや、彼女の力がちゃんと使って試合でできれば、もうオリンピックの道は見えてたのにちょっとミスが続いたので、今日は素晴らしい演技だと思います。いや、本人も涙を流しています。先だったのこの NHK 杯では大きな失敗、内定が出るかもしれないと言われた。しかし長い長い4年間長野オリンピック代表にならず、その後長かった4年の思いを込めて見事なフリーの演技。浪速ドーム大阪のファンも大きな拍手を送っています。いや、佐藤信夫コーチも持ってる力を出してくれればと、そればかり狙っていると。いや、伊藤さん、この気持ち分かりますね。泣いて抱き合ってますね。こういうね、自分の力が出し切れたこのやりがいっていうのは、こう、頑張ってきたことがやっぱり。さあ、すぐりさんの点が出ます。ここまで、すぐりの前、荒川がトップですが、さあ、技術点 5.6 から 5.7。 いや、でもさあどうか。これでオリンピックが決まるといってもいいかもしれない。この最終選考、さあどうか。出ました、あ、すぐにトップ優勝です。2年連続3回目の日本一、これで大きくオリンピックに前進。見事70回の記念大会、すぐり文江が見事全日本のチャンピオンに輝きました。優勝がすぐり、2位が荒川、3位が見事ジュニアの安藤という表彰台になりました。いやー、涙が止まりません。佐藤信夫コーチ、あの世界チャンピオンになった佐藤由香さんのお父様でもいらっしゃいますが、よかったね、去年に引き続き。インタビュー聞いていただきましょう。すごい演技だった。まず、本当に、ああ、先生、ありがとうございます。ああ、佐藤久美子コーチです。よくやったね。ぜひできましたら八木沼さんにね、一言お話を聞いていただきたいと思いますが、八木沼さん、お願いします。今日の演技について。もう本当に、本当にたくさんの人のおかげでここまで来れたことに感謝してます。で、今回の試合は本当にまだ先につながったというだけなんで、本当にこれをいい経験に自分に厳しくまた頑張りたいと思ってます、ね、長野からの長野で出場を逃して、また挑戦し続けての今回多分オリンピックにということになる。本当にすごい長いようで短い間でしたけれども、本当に佐藤先生に巡り合って両親の助けで本当にここまで来れたと思う。だからその本当にそういう環境に感謝しながら頑張りたいと思っています。やっぱりちょっとね、6歳でフィギュアスケートを始めて14歳で国際大会初出場、16歳長野オリンピック候補で敗れた、まあ、とにかくオリンピックの話が出るために涙してきた。2年前両足を痛めて手術が必要と言われて、それはオリンピック終わったからにしたいという伊藤さん、涙の優勝でしたね。そうでしたね、これはこの自分との戦いに打ち勝った